皆さんこんばんは。本日も文化画チャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今日は休日1日の中で使う手帳とそのタイミングについてお話しします。よければ最後までご視聴ください。前回平日バージョンもお届けしたんですけれども、今回は休日バージョンをお届けします。また前回と同じように1日の中で朝昼夜そのそれぞれのタイミングでどの手帳を使っているのか、そういうお話をしていきます。休日にだいたい使っている手帳類、このプロッターが5冊、それからトラベラーズノートレギュラーサイズ1冊、バイブルサイズの手帳が1冊、計7冊です。まず朝使う手帳からお話ししていきます。それぞれ使う順番にお話ししていきます。まず一番最初に手に取るのはこのアラスカの手帳です。平日のルーティンのところでもお話しした通り、私の YouTube ノートとして使っています。毎朝マンスリーページにメインチャンネル、サブチャンネルのチャンネル登録者の人数を記録しています。これが毎朝最低限やることです。休日の朝は平日と違ってゆとりがあるので、後ろのページのトゥードゥーリストもチェックして、進捗を確認して、その日にやる動画の制作、例えば今日はこれの編集をするとか、これの撮影をするとか、そんな感じのスケジューリングをだいたい立てます。この手帳に関しては平日休日問わず朝一番最初に触る手帳です。そして次ですね、次に触るのがこの子です。こちら私のプライベートの手帳です。この手帳では私のプライベートのスケジュール管理なんかをしている手帳になります。まあ、土日の部分ですね、例えば土曜日の朝ならその日のここの予定とかを確認して、今日は何があるっていうのを確認します。マンスリーページが入っているので、手帳を開いてその日の予定を確認して、大体の行動プランを頭で立てます。そして次に使うのがこちらです。持ち歩き手帳のブライドルさんです。この手帳は本当に休日平日問わず出かける時にとにかく持ち歩く手帳として使っています。後ろのメモページを利用して、その今日出かけたらこれを買ってくるとか、ここのお店に行きたいとか、そういったまあちょっとしたタスクみたいなことを書き出しています。ブライドルはそういった使い方をしていて、続いて出てくるのがこちらのプエブロの M5 です。こちらは手帳というよりもカードケースとして使っているプロッターになります。お財布には身分証明書とクレカとか、あとよく使うカードは入れているんですけど、あんまり使わないカードとか病院の診察券とかはとりあえずこの中に入れています。例えば財布に入っていないカードがあれば、ここの中から抜き出して持っていくというような感じです。例えば今日は銀座に行くから、伊東屋のカード持っていこうみたいな感じで抜いて、そしてまた家に帰ってきたらここにしまってみたいな、そんな感じで使っています。これ手帳として入れるか迷ったんですけど、一応プロッターということでここに登場させました。そして日中ですね、出先でというお話になるんですけど、出先で持っているのはもちろんこのブライドルさんです。たまに他の子たちも連れて行ったりするんですけど、基本的に連れて行くのはこの子ということで、出先とかで何かあればとりあえずここに書くし、あと出かける前に書き出した買い物リスト、行きたいところリスト的なものをちゃんと行けているか消し込んだりするのに使っています。続いて夜家に帰ってきてからの手帳ですが、こちらもまた基本的には帰ってきたらまずこのマークスの家計管理手帳に使ったお金の記録をつけます。また登場するのがこのプルアップの手帳なんですが、この子に新しい予定を書き込みます。最近の休日のルーティンとしてだいたい整骨院に行くんですね。そこで次の予約を取ってくるので、その予約をこちらに書き写します。この後出てくるのがこちらのトラベラーズノートのレギュラーサイズです。出先で例えばミュージアムとかに行ってもらったチケットはこの東京駅のリフィルに、それからお店に入ってもらったショップカードはこっちのブラックリフィルに貼っています。この辺がちょっと休日っぽさがありますよね。その後は平日と変わんないんですけど、こちらのリス用に5行日記を記録して、そしてまたこの YouTube の手帳が出てきて動画の制作を行ったり、ブライドルさんの手帳の中身を整理したりといった具合で1日が終わります。今回で平日バージョン休日バージョン一応紹介したんですけれども、ここに出てきてない手帳っていうのはもちろんあるんですけど、その手帳類はこの休日だから絶対触る、平日だから絶対触るっていった手帳ではないので、今回出てきていません。
その都度必要に応じてスポット的に触っている手帳としてまたお話しできればいいなと思います。それでは今日はこの辺で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。また次の投稿をお楽しみに。